皆さんこんにちは、アラカン旅チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。私はタイ・バンコクに長期滞在していましたが、新型コロナウイルス感染防止のためタイ全国で非常事態宣言が発令したので、帰国し現在日本にいます。今回はこのバンコクに関するですね、非常事態宣言の施設閉鎖の関係について、ご紹介したいと思います。その内容はバンコク都知事による特定施設の閉鎖方針の変更、3月28日発表の件です。これは在タイ日本国大使館からの新型コロナウイルスに関するお知らせから引用しています。これまでの告知では閉鎖期間は4月12日までとされていましたが、本告示により、これらの施設の閉鎖期間は一部の例外、34項を除き、3月28日から4月30日までと延長されています。この黄色で書かれたアンダーラインのところですね、4月30日まで1ヶ月以上延長されたということが、これが非常に重要です。それから子ども用遊戯場、ビリヤード場、ホテル内会議室、宴会場、病院内託児所を除く託児所、博物館、図書館等が新たに一時的閉鎖の対象となりました。それから政府機関や国営企業、百貨店内の旅券事務所や郵便局を含む、病院内食堂、生花店が一時的閉鎖の例外として新たに認められました。ここも重要なところですね。黄色で書いているアンダーラインのところ、政府機関や国営企業、それから病院内の食堂、生花店が一時的閉鎖の例外として認められたということです。3月27日、バンコク都知事はタイ政府対策本部による国内における特定施設の閉鎖の方針、3月25日付発表を受ける形で、人が集まる施設の一時的閉鎖に関する告示第4号を発表し、これまで発出してきたバンコクと告示第2号、第3号を失効させ、閉鎖する施設を以下の内容で修正しました。この黄色で書かれたアンダーラインのところですね、ここが重要で、閉鎖する施設を一部修正したということです。閉鎖される場所について、バンコク都は以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。次からですね、1項から第3項のところです。第34項までですね。第1項、飲食店、ブース型飲食店、食品飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台、持ち帰り用として販売する場合、ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客のみに提供する場合は営業化、タイの文化であるですね、屋台がですね、テイクアウト以外は全て閉鎖指示されています。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除くということで、空港のレストランとか病院内はですね、除外されるということです。第2項、百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ただしスーパーマーケット、薬や生活需需品の販売店、レストラン、持ち帰り用として販売する場合、銀行、政府機関、国営企業は除く。第3項、コンビニエンスストア内の飲食可能エリア。第4項、市場、定期市、生鮮食品、水気を伴わない食品、持ち帰り用の調理済み食品、ペット用食品、薬局、生花店、医薬品及び生活需需品の販売店のみ営業。第5項、美容室、理髪店。第6項、入れ墨や身体の一部に針等を刺す場所。第7項、スケート場、
ローラースケート場及び右に類似する遊技場。第8項、遊園地、ボーリング場、ボードゲーム場。第9項、ゲーム店、インターネット店。第10項、ゴルフ場、ゴルフ練習場。第11項、プール場、及び類似の活動を行う施設。第12項、統計場、統計養成場。第13項、仏教のお守り、及び仏像販売店。第14項、見本市場、会議場、展示場。ここではゴルフ場やゴルフ練習場が入ってますね。第15項、すべての教育レベルの教育施設と私塾。第16項、体重管理サービスを提供する場所、美容サービスを提供する医療クリニック、美容クリニック、美容エステ店。第17項、健康増進施設、スパ店、マッサージ店、美容マッサージ店。第18項、ペット用のスパ、入浴、トリミング、飼育、一時預かりのサービスを提供する施設。第19項、個室付き浴場。第20項、入浴、サウナ、薬用サウナのサービスを提供する施設。第21項、興行場、映画館、劇場、興行場。第22項、運動場。第23項、エンターテイメント場、及び右に類似する施設。映画館まで閉鎖されるということです。第24項、ボクシング場、ボクシングスクール。第25項、スポーツ場。第26項、競馬場。第27項、あらゆる種類の競技場。第28項、子供用遊技場。 M 隊のボクシング場で相当新型コロナウイルスが発生したということで、感染したということで、それも含めてですね、第24項でボクシング場も閉鎖の対象になってます。第29項、上映会場、公共遊技場。第80項、博物館、民族館、及び右に類似する博物館。第31項、公立図書館、コミュニティ図書館、民間図書館、バーンナンス、図書の家。第32項、会議場、宴会サービスを提供する場所、宴会場、及び右に類似する場所。公立の図書館までもですね、全部閉鎖ということになってます。第33項、スヌーカー場、ビリヤード場。第34項、託児所、ただし病院内に設置されている託児施設は除く、同項のみ適用期間を3月31日以降とする。適用期間について全体ですね、本告示内容は2020年4月30日まで有効ですということで、1ヶ月ちょっとですね、延ばされて、来月のですね、末まで有効だということです。以上です。非常に厳しい内容でですね、1ヶ月以上もですね、施設の閉鎖を非常事態宣言で指示されています。現状を看過すれば、都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため、本件により仏暦2558年、行政施策法第30条3に即した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。本件告示への違反は感染症法に基づき1年未満の禁錮刑または10万バーツ未満の罰金ないしはその両方に処される。
この黄色で書いたですね、アンダーラインのところですね、非常に重要なところで、これに違反した場合はですね、1年未満の禁錮または10万バーツ、35万円ぐらいですね、の罰金、両方を課せられる可能性があるということです。非常に厳しい内容だと思います。このアラカン旅チャンネルではですね、これまで100本以上の旅行に関する動画を公開してきました。少しでもですね、旅行を愛する皆様方の参考になればと思いまして、動画を公開してきました。よろしかったらですね、チャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録していただければ、これまで公開した私の動画がですね、すぐ見つけて、見ることができます。それから今後もですね、タイに関する動画やですね、その他の海外の動画、国内の動画を公開する予定にしてますんで、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。バンコクやタイに関する情報が新たに更新されましたらですね、この動画でですね、このチャンネルで公開したいと思いますので、チャンネル登録お願いいたします。それからコメントやですね、リクエストのご意見など、またご質問までありましたら、コメント欄に書いていただければ大変ありがたいと思います。それからいいねボタンのクリックもお願いしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。できましたら、この左側にある地球ロゴマークをクリックして、チャンネル登録をお願いいたします。このロゴマークをクリックするとですね、すぐチャンネル登録できます。チャンネル登録はもちろん無料、ただでできます。よろしくお願いいたします。それではまたこのアラカン旅チャンネルでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。